インプレッシングザザーは、1988年に、初演されたバレエ作品である。全員ボブ構成で、振り付けは、ウィリアム・フォーサイス、音楽は、ルート・ビヒ・ヒヴァン・ベートーベン、エヴァ・クロスマン・ヘヒト、レスリー・スタック、トム・ウィレムス。第2部にあたる、イン・ザ・ミードル、サム・ホワッド・エレベーテッドは、フォーサイスの代表作として評価され、サンフランシスコバレエ団や、ロイヤル・バレエ団などが、 レパートリーに取り入れるなど、単独で上演される機会が多い。1992年には、インザミドルサムホワットエレベーテッドの上演により、ロイヤルバレエ団が、2009年には、インプレッシングザザ t 全幕の上演により、ロイヤルバレエオブ・フランダースが、それぞれ、ローレンス・オリビエ賞を授与されている。この作品は、 フォーサイスが1987年に振り付けた一幕物のバレエ作品、インザ・ミドル・サム・ホワット・エレベーテッドを発展させたものである。パリオペラ・ザ・バレエ団のために振り付けた、イン・ザ・ミドル・サム・ホワット・エレベーテッドは、特別の筋立てを持たず、女性6人、男性3人のダンサーが、クラシックバレエのテクニックを元にしながら、ひたすら舞台上を過激に動き回って踊り、 唐突に終わりを迎える作品だった。翌年、フォーサイスは、インザ・ミドル、サム・ホワット・エレベーテッド・をゴブからなる、大規模なバレエ作品の一部分として、再構成し、インプレッシング・ザ・ザーとして上演した。再構成された作品の表題となっている、サートは、ロシア帝国の女帝エーカ・チェリーナ2世を指す。彼女の長身ポチョムキン将軍が、 帝国の繁栄を女帝に印象づけるために村おこしをしたことに由来している。ただし、作品の中にロシア的なものや物語性などはなく、この表題はあくまでもイメージを喚起する手段として使われているに過ぎない。作品は一見脈略のない多彩なテキストとモチーフを豊かに内包し、フォーサイスはそれぞれのパートを共存させて、 全体を一つの作品にまとめ上げる手腕を見せた。この作品の全幕での上演は、1995年のフランクフルトバレエ団によるものを最後に途絶えていた。その後、ベルギーのロイヤルバレエオブ・フランダースの芸術監督、キャスリン・ベネッツが、この作品の復活上演を果たしている。ベートーベンの弦楽四重奏曲第14番映画と、 この曲を、トム・ウィレムスが、シンセサイザーでアレンジした音楽が流れる。舞台の上手には少し傾斜のついた巨大なチェス板。舞台下手後方には修復中の名画が置かれている。作品が進行するにつれて、名画はダンサーによって剥がされていくが、その下から、また絵が出てくる。舞台上には、大きなボかたぎったオブジェと四角形のオブジェが置かれ。 これもダンサーによって移動させられる。白いブラウス、黒のプリーツスカートという日本の女学生のようなコスチュームを着たおかっぱ頭の女性ダンサー二人が舞台中央でテレビを見ているサクラんぼがないなどと多愛のないセリフを話す。ドレス姿のダンサーが数人登場してくる。上半身は裸でスカートを履いたミスターピーナッツと呼ばれる男性ダンサーが現れ、 時々弓を入るポーズを取りながら、舞台上を動き回る。時折、照明と音楽が突然に消える。照明の明暗によって、舞台空間は仕切られ、場面転換が図られる。題名の中空に上がっている何かを意味するのは、舞台天井から吊り下げられた金色のサクラんぼのオブジェ2個のことである。第1部に出てきた舞台装置は全て取り払われ、 何もない空間にこのオブジェだけが存在している。照明は舞台よりも一回り小さく四角く空間を照らし出している。ダンサーは男女共にレオタード姿で登場する。大音量の電子音楽に合わせて足を垂直に鋭く上げ、女性は床に鋭角的に突き刺さるようなポワントテクニックを駆使する。アラベスクパンシェでは 倒れる寸前までバランスを崩し、クラシックバレエの優美なラインを極端に歪めて、ダンサーは激しく踊りまくる。ひとしきり激しく踊った後、ダンサーは練習の延長のように普通に歩いて、退場してゆく。1987年にパリオペラ座でこの部分が、初演された時、ダンサーの中心として出演したのは当時、パリオペラ座バレエのエトワールを務めていたシルビー・ギエムと、 ローラン・イレールの2名だった。この部分をリハーサルしている最中に、なんて振り付けなのとゲームが発言する場面が、ビデオ映像に収録されている。舞台上にはモニターが置かれている。金色のコスチュームを着た男性を、黄金像とみなして、オークションが開催される。突如殺人事件が発生する。使われた凶器は嫌で、被害者となったのは、ミスター・ピーナッツだった。 第4部と第5部は連続して上演される。40人のダンサーが第1部に出てきた女学生と同じ格好で登場するが、その中には男性が演じる女学生も混じっている。ダンサーたちは最初のうち7つの集団に分かれて踊っていたのが、次第に一つの輪を形作っていく。この輪の中心にはミスターピーナッツの死体がある。輪はやがて二重。 見えに形を変える。踊りの輪の中で、ミスター・ピーナッツは蘇り、立ち上がって歩き始める。彼の後をダンサーたちが、一段になって追いかけて行き、幕が降りる。ABC、バレエ音楽百科百六十ページ。ABCDEFGHI、バレエダンスの共演108ページ。オックスフォードバレエダンス辞典57ページ。 abcdfghijklmn.o e バレー101物語20ページバレエの鑑賞入門90ページザ・ローレンス・オリビエ・アワーズフルリスト・オブ・ウィナーズ1976から2008-2012年1月7日閲覧 ab ブラック・ウォッチ・クレームズ・トップ・プライジス・ワット・オリビエ・アワーズ・パブリッシュド・サンデー8マーチ2009 アット23時14分バイ、アリステア・スミス2012年1月7日閲覧。ABCDEF、これだけは見ておきたいバレエ51ページ。ウィキペディア英語番号名イ2011アット20時24分では、ロシア帝国最後の皇帝ニコライ2世のことと記述しているが、ここでは、バレエ101物語及び、バレエダンスの共演の記述によった、 A.B. ロイヤルバレーオブフランダース、インプレッシングザツアーチャコットウェブマガジン、ダンスキューブワールドレポート世界のダンス最前線フロム、ニューヨーク、2008.09、102012年1月7日閲覧。A.B. オペラザに、アシュトンバン、ラフィーユ、マルガルデ、フォーサイス、シェルカウイ作品他も登場チャコットウェブマガジン、ダンスキューブワールドレポート世界のダンス最前線フロム、パリ、 2009.06-102012年1月7日閲覧。AB ダンスハンドブック91ページ。照明は、フォーサイス自身とミカエル・シモンによる、アラベスクペンチー。パンシェはフランス語で、傾けたという意味であり、上半身を前に傾けた状態でのアラベスクを指す。ダンスライブラリー用語講座アラベスク。 パンシェチャコットウェブマガジンダンスキューブ2012年1月7日、閲覧。オックスフォードバレエダンス辞典132ページ。オックスフォードバレエダンス辞典55ページ。コリオグラファーは語る118ページ。ありがとうございます。